わらび餅、わらび餅や。え、総帥、それってチャルメラのラーメンの屋台じゃないんですか？え、いや、わらび餅を食べたいなと思いまして。あー、わらび餅ね。わわわわっしゃーわっしゃー、わわわわっしゃーわっしゃー、わわわわっしゃーわっしゃー。総帥？うん。わらび餅好きなんですか？いや、そんなに。あ、そうなんですか。うん。でも、召し上がりたいってさっきおっしゃってましたよね。たまに、わらび餅って食べた時に、スルッと喉通りがいいじゃないですか。はい。ああいうのを、この暑い日に食べたいなって思いまして。夏といえばやっぱり、冷たく冷えたわらび餅、美味しいですよね。美味しいんですよ。ねえ。軽くて、こう、チュルッて入りますもんね。チュルッてね。そんな総帥にわっしゃー、とっておきのわらび餅ご用意いたしました。へぇー。本日はとろり天使のわらび餅さん。ほう。はい。こちらのわらび餅を各種ちょっとご用意いたしました。総帥、なんで知って？はい。羽が生えてるんですか、わらび餅に？羽が生えてるかのようにふわふわのとろりのわらび餅なんですよ。なるほどね。はい。今回ご用意したのは、まず一つ目。うん。とろとろ生わらび餅。ほー。すごい名前、魅惑の名前。とろとろ。とろとろ、かつ、生、みたいな。生。パッケージまだ開けてないんですけど、こういうおしゃれなね、ちょっとスタイリッシュな箱に入ってます。おー。なんかかっこいいですね。ね。うん。後でね、開けますね。うん。で、次は、クリームわらび餅。あー。すごいですね。クリームわらび餅。ほー。それもトロトロしてそうですね。してそう。うん。うん。そんで、あとは、わらび餅じゃないんですけど、うん、すごく美味しそうだったので、クリーム大福？クリーム大福。ほう。こっちがイチゴかな？デチな。チョコ。お買っちゃいました。なるほど。じゃ早速ね、ソースイちょっと見たいですよね。中見たいです。見たい。開けていきましょうか。いっちゃいましょう。では開けていきましょう。いっちゃいましょうよ。ソースイ、じゃこれ開けてみてもらっていいですか？任せてください。はい。どっから開けるのかな。ちょっとね、おしゃれすぎて我々には難しいですね。あ、これが、これをまず破らないといけないんですね。そっかそっか。巻いてる感じですね。はあ。あ、うーん、おしゃれですね、なんか。あ、ここですね、この部分。うんうん。この部分で、お、開いた。わお。わあ。わお。もう直に直で入ってるきな粉にまみれて、どれが餅かわからない。なるほど。なるほどね。すごいきな粉たっぷりですね。うん。では次、クリームわらび餅ですわ。クリームわらび餅。はい。うん、こちらもここが開け口ですね。ここが。ここが。わお。開けて。お。お。こんなのどう？あ、かわいい。かわいい。こんなのですね。プラスチックじゃないんですね。で、そうなんだ。付属がきな。あ、かけて食べるのかな？これまたちっちゃいスプーンでかわいらしい。食べやすいように。うん。ですかね。そして保冷剤。あ、食べてはいけません。食べてはいけませんよ。
まあ、次はこちらのお大福さんですね。お大福。はい、どうぞ。それでは、いちごですね。大きい。でけえな。おお。そしてチョコ。おお。濃厚そう。濃厚そうですね。うん。では、いっちゃいましょうよ。いっちゃいましょう、ソース。うん。もう、食べましょう。食べましょう。これ、なんかね、お箸でお食べください的な感じなんですけども。はあ。行ってみましょうか。行ってみましょう。フォークとかじゃ食べにくいんかな。食べにくいのかもしれませんね。おそらくとろーりだから、はい、柔らかすぎて、こう、捕まえないと食べにくいんかな。なるほどね。あ、間違えました。はい。それでは、あ、儀式が入った。では、とろとろわらび餅でしたっけ？はい、とろとろ生わらび餅。生わらび餅。の方からいただこうと思います。はい、どこが餅なのかがわからない。すごい。飴食い競争みたいな。お、一個がでけえな。うわ、うま。でか。でかい。発掘。おお。柔らか。柔らかすぎて、すぐ。おお、これ見えます見えます、おお、おお。ではいただこうと思います。だからお箸なんですね、きっとね。なんか柔らかいから。すごい、今まで食べた、わらび餅何みたいな。何、うん、わーい、わーい。ミスター鉄路出川ですよ。いや、本当に何て言うんですかね。すごい、とろける。というか、極端な話、水を飲んでるような。きなこ水を飲んでるような感じです。へぇ。すごい。すごい柔らかい。これすげえ。なるほど。すごいと思います。そういう食感なんですね。うん、へえ。ではわしゃさんも食べてみてくださいよ。あ、いいんですか。うん、ちょっとこれ粉が、そうなんですよね、ちょっとデンジャーですね。デンジャーです。お、いただきます。うん、あん、うん、おや、おやおや。おやおや？なくなった。なんか、喉にスーッと、スッと。噛んでないんだけど、口の中に入れたら、勝手に消えていった。うん。へぇー。すごい。こういう感じなんですね。水だ。水だ。これは水だ。これは水だ。喉越しが、ね、喉の通りがいいですよね。すごく。詰まる恐れは全くないですね。全くないです。ちょっときな粉で蒸せるかもしれないけど、でも詰まることはない。詰まることはない。ちょっときな粉のせいで餅がどこにあるかわからないかもしれないんですけれども、詰まることはない。はい。じゃ次。次、はい、何でしたっけ。あ、つぼのやつはクリームわらび餅です。クリームわらび餅、はい。こちらとこちらは違うんですね。あ、そうなんですよ。味が2種類ありまして、プレーン、あ、2種類だけなんですね。ね、他にもあるんですよ。4種類ぐらいあるのかな。あ、4種類あるんですね。はい。のうち今回はこのプレーンと黒ごま。黒ごま、はい。ほう、おすすめされたので。なるほどね。買ってみました。きな粉ついてましたけど、このままきな粉をかけると、はい、溢れちゃいますよね。そうですね、もうマックス入ってるんですよね。あ、ちょっと食べてからいきます。そうですね。それではいっちゃいましょうよ。クリームとわらび餅の新しいマリアージュ。おお、シャリと言いますね。あ、これね、あれですよね。冷凍で
あったんですよ。冷凍なんですよ。では、いただこうと思います。うん、濃厚な純生クリームって書いてます。うん、すごい鼻息でこれきな粉飛ばしちゃいそうでした。すいません。いえいえすごい。あ、これもすごい。うん、ちょっとこう凍ってるからかもしれないんですけれども、はい、アイスクリームでもうっていうアイスクリームあるじゃないですか、うん、はい、なんかそれにちょっと近い感じがしますね。で、ちょっと餅が入ってるみたいな、今まあ表面上だけ食べたんですけど、そんな感じがします。味はすごいもうがもうな感じです。もうってね、うん、乳製品感があるってことですかね。そうですね。では少しきな粉をかけてみましょうか。おお、こんな感じですね。いただこうと思います。うん、なんか2層になってるんですかこれ。あ、そうですね、2層になってるんですね。上がクリームで下がお餅。うん、わらび餅ですか。うん、お、きな粉合う。おお、ちょっと甘くなりますね、さらにきな粉をつけると。うん、へえ、どうぞわしやさんも食べてみてください。いいですか。うん、では。すごいデザート感がありますね。うん、まだ完全にこれ解凍してないかもしれないですね。ああ、そうかもしれませんねあ、ハプニング。まあ、いいか。ハプニングです。いただきます。うん、アイスみたいですね、本当。そうなんですよ、うまいっすよね。食べやすいですね。食べやすいです。へえ、またちょっと違った食感な気がします。うん、そして少しきな粉をかけると。あ、そっかそっか、かけると。うん、パラ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 、いきます。うん、うん、あ、きな粉がかかると和風感が出ますね。そうですね。うん、うん、合う合う合う。では、次にごまの方行こうと思います。ピンってなっちゃうんですよね、なんか。うん、そこがいただこうと思います。おお、うん、お、うん、ごまが結構合いますね、わらび餅と。おお、うん、いいごまな気がするあ、そうかもしれません。うん、わかんねえけど、こだわりの食材だと思われます。うん、うめえな。でもちょっとごまの方が少しくどいかなという感じはしますね。より濃厚感が出るんですかね。うん、ではきな粉をつけて食べてみようと思います。うん、おー、うん、あ、ん、もっと甘くなると思ってたら、うん、甘くはなるんですけど、はい、ちょっと甘いかなと。後味はでもやっぱりすっきりするんですね。でもこのわらび餅独特な感じなんですね。あー、そうかもしれないですね。ではわしゃさん食べてみてくださいよ。はい、黒ごまいってみますね。いっちゃいましょう。こちらも2層に分かれていて、うん、上が黒ごまのクリームで、下にわらび餅が入っていると。うん、うん、うん、滑らか、滑らか、濃厚かもしれません。うん、大人のお味感がちょっとある気がする。はあ、じゃあもうちょっときな粉をちょんちょん。
あ、ワッシャーはこれきな粉つけた方が好きかもしれません。ほう、黒ごま。なるほど、意見が分かりましたね。まあね、お好みでね、食べていただいたらいいと思います。そうですね、ではこちらの大福もいきますか。ソースへいけますよ。これもなかなかね、食べ応えがありそうですよ。チョコとイチゴとございます。まあ、基本的には甘いものはあんまりなんですけどね。まあまあまあ、ソースへ。ちょっときな粉ついてますけど、はい、このお箸でいきましょう。はい、柔らけえな。ぶっ刺してる。では、いただこうと思います。チョコですね。チョコなんですけど、後に引かないチョコですね。なんかチョコって、足りーみたいな感じがするじゃないですか。この引っ張る感じの最後まで、くどく。アンチ寄りな意見ですよね。アンチです。はい。でも、それがあんまり、わらび餅のおかげなのかな。ちなみに、断面っていうのが、こんな感じ。まだ食べやすい方のチョコかなとは思いました。では、わしゃさんも食べてみてくださいよ。はい。チョコ、いただいてみますね。うん。これは大福と言ってますけども、お餅はわらび餅なんですね、じゃあね。そうだと思います。普通のよくある大福の餅じゃなくて、そりゃそうですよね。わらび餅屋さんですからね。いきまーす。切ってください。あ、チョコクリームがちゃんと入ってる。はあ。でも、とろーりわらび餅とかの食感よりかは、お餅感はちょっとありますね。あ、それはそうですね。弾力はちょっとありますね。でもそれでも柔らかいですけどね。美味しい。美味しいです。甘くて美味しい。甘くて美味しい。では、ネクスト。いちご味。いちご味ですね。はい。今回もぶっ刺しました。ぶっ刺しスタイル。では、いただこうと思います。いちごクリームが入ってるのかな？あんまり好きじゃない。それは、あれですよね。ソース、甘いものが。そうですね。っていうことでですよね。はい。一番甘さが強いかも。もちろんいちごの感じもするんですよ。そうですね。なんか、いちご大福みたいな味がします。わしゃさん、ネクスト。ソースイはね、ちょっとやっぱ甘いものがね、なかなか苦手な部分がありますからね。これはしょうがないと思います。なんか、てんってついてて、かわいい。いただきます。いっちゃってください。中にクリーム入ってますね。これは女性が好きそうなお味です。ほう。好きそうなって、女性の私が言うのもなんですが。あ。え？うん。なるほどね。甘さが、糖水が言った通り、確かにチョコよりかは、甘いかな。甘いんだ。スイーツ感がより出るっていうかね。チョコは少しなんかビターな感じがあったかなと思うんですけど。そうなんです、そうなんです。ね。これはほんと甘いイチゴのお味って感じ。あんまですね。まあね。それぞれお好みはありますからね。ありますからね。ねえ。ごちそうさまでした、ソースイ。ごちそうさまでした。このとろーり天使のわらび餅を
何個かご紹介いたしましたけれども、うん、どうでした？ソース水。そうですね、まさに羽が生えたような感じでしたね。新食感でしたね。まあちょっとソース水はね、甘いのがちょっと苦手っていうところで苦戦してる部分もありましたが、ありましたが、ちゃんと食べましたよ。はい、すべていただきまして、美味しかったですね。美味しかったですこのね、とろり天使のわらび餅さんは全国に店舗がね、あるみたいです。ほう。はい、なので皆さんもね、多分知ってらっしゃるとは思いますけれども。ほっ、じゃあみんなに羽が生えているんですね。みんなに羽が生えます。うん、はい、素晴らしいじゃないですか。そうですね、まあよろしかったら皆さんも一度ご賞味されてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。では総帥、うん、羽も生えたところでお別れしましょうか。うん、バイバイじゃなくって、この動画を最後までご視聴していただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。インスタグラムや TikTok、X もやっておりますので、そちらの方も、はい、チェックよろしくお願いいたします。お願いします。では皆さん、また会いましょう。バイバーイ。ふしゅー、ふしゅー、ふしゅー、わっしゃー、わっしゃー。みなさん、羽生えちゃいましたかね。生やしてね。ふわふわとろーりだよ。とろーりー。